はい、3月にキーウで行った日ウクライナ首脳会談の際、ゼレンスキー大統領からロシアの侵略が続いている間にあってもインフラの復興や新たな産業振興の準備を全力で進めた旨発言があり、日本に対する強い期待が具体的な分野の例示とともに表明されました。戦いの最中でありながら幅広い視点から着々と復興の準備が進められていることを強く感じました。復興は日本ならではの貢献の柱となります。震災復興のノウハウを持ち、産業や技術の分厚い基盤を持つ我が国に対する期待は大きいものであります。我が国としても地雷除去から始まり、道路、橋、鉄道、送電、通信などのインフラ復興、ウクライナの地の利や、競争優位を生かした産業復興など、官民が連携をして、そして、日本の金融力も生かしてウクライナ復興に貢献していきたいと思います。大企業もスタートアップも地方自治体も NGO も、貢献の意欲のある方々が競争のリスク、戦争のリスクを感じることなく、復興事業に参加できるように、日本政府、ウクライナ政府で協力して知恵を絞っていきたいと思います。本日はキーウに同行した木原副長官をヘッドとして関係省庁の責任者に集まっておられました。ウクライナ復興の成否には法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序の未来がかかっています。それぞれが関係する民間企業、団体などに幅広く声をかけて、柔軟性を持って大胆な日本ならではの復興支援策を練り上げてもらいたいと思います。よろしくお願いいたします。